レトビアチャンネルのノンカフェインです。今日はチャルメラというゲームをやっていきたいと思います。わー、1999年に発売されたゲームですみたいです。新横浜ラーメン博物館ってパッケージには入ってるんですけど、あれ新ラーメン博物館ができたのってそんなに前なんですか？ちょっとよくわからないんですけど、あ、なんか再発売したものって書いてありますね。まあとりあえずやっていきたいと思います。そう、シリカゲルさんにいっぱいゲームを買ってもらったんで、ちょいちょいいろんなゲームをやっていきたいと思います。イエーイ。で、今回がこのチャルメラです。はい、私昔からチャルメラ好きでめっちゃ食べてたんですけど、めっちゃ食べてたんですけどっていうのもおかしい。何ですかね、初めから。あー、昔は来てたんですよね、チャルメラ。この音楽で何、アタリア屋台の名前を決めてください。常用語。ああ、何にしましょう。じゃあガマガマにしましょう。ま、あれ、いや、ガマガマや。美味しそうなやつ。え、どんなゲームなんですかね、全然わかんないんですけど。ラーメンを作っていく。おじさんは自分の屋台を見つめていました。いよいよ今日から念願のラーメン屋さんとして初めて営業に行くのです。みんなおじさんのラーメンを食べに来てくれるだろうか。おじさんはちょっぴり不安でした。おっさん、屋台始めるときはこのラーメン通りのなんて読むんですか、真っ先に食わせてくれよな。これは何ですか、警官ですか、これはなんて読むんだろう。神風神さん。俺はいつも鳴門駅西口あたりにいるからよ。不安になっていたおじさんはラーメン通りの神風仁さんのことを思い出しました。そうだ、最初の一杯は仁さんに食べてもらおう。おじさんは仁さんのところへ行くことにしました。え、何駅って言ってた、鳴門駅。おっさん、屋台の都合ついたんだな。よかったな、ついに念願の待望のラーメン屋になれたってわけか。それじゃあ早速一杯もらおうか。ラーメン屋始めるって言い出した時は正直驚いたよ。ただラーメン好きだと思ってたからな。ただのラーメン好きだと思ったからなに。俺が最初の客なのかい、そいつは嬉しいね。どれ、まずは食ってみるか。むむむ。ジンさんの評価は厳しいものでした。まだまだ問題は多いようです。きついことを言っちまったかもしれねえが、屋台とはいえ、ようやく店が待ってたんだ。これからじゃねえか。あんたも知ってると思うけど、この鳴門町にはうまいラーメンを作れる食材がいっぱいあるからよ。おっさんらしいラーメンが必ず作れるって。何かと大変だと思うけど、まあ頑張れよ。おっさんがラーメン屋を始めたことを町の連中に言っといてやるからな。俺は大抵この辺りにいるから、新しいラーメンを作ったら持ってこいよ。おっさんなら日本一のラーメン屋になれるって。じゃあ頑張れよ。ちょっと音楽がかわいい。何ですか、ガマガマ屋。
か成分をしないといけない。あ、出来上がりがあった、それを押さなきゃいけなかったのか。よし、じゃあもう一回やるぞ。白味噌でさっき何にしたっけ。でこれが太めで、私はどうしてもカツオ、マグロじゃなかった、カツオがいい。あと昆布ね。でこの骨をあっさりあっさりにして、あっさりあっさり、あ、こっちはこっちにしよう。で、あ、これは入れとくんだっけ。で、臭いって言われたからメンマ入れといて。なにこれ、あ、なんかあったな。これで、ね、もやし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 、な、ダメな、なんでダメな。これじゃあこっちもやし、もやしもやしにして、お肉お肉、よし、これで三角出来上がり。あー、そういうことか。ラーメンの名前を決めてください。ぶんつく、どうしよう、あー、どうしようかな。味噌、味噌、あ、味噌ラーメンでいいじゃん。これでいいじゃん。決定。おうおう、あ、あ、よし、よし、これで行ってみるぞ。なんて言われるかな、なんて言われるかな。どこ行こう。ガード下、あ、商店街。あ、やっぱさすが商店街人。あ、え、でもあんまり、やったー、美味しいって。そりゃあ私が作るラーメンですもの、美味しいでしょ。やったねー。もうちょっと違うとこ行ってみよう。あ、あ、さっきのとこじゃん。大丸パチンコ。もうちょっとこっち行ってみようか。甘味どころ。わー、美味しそう。行ってみたいな、この町。肉の小林。肉の小林。あ、フラワー。美味しそう。昔ながらのパン屋さんのあんパン食べたい。あんパン食べたい、あんパン食べたい、あんパン食べたい。タンポポ、タンポポ堂麺、あ、やばい、売るの忘れてた。売るの忘れてた。あ、一人、え、怖い。でもまさ、僕感動しちゃったんだな。え、全然ここ売れない。おじいちゃん、あ、子供たちよ。なんかここ人少ない。これ絶品ね。やったー、感動しちゃったんだな。うまいです、うまいって。こっち行くとどこになるんだろう。わあ、アシャリ釣り具。おい、こんな時間帯までどこをほっつき歩いていたんだ。ちょっと誰もいないけど鳴らしてみよう。あ、怖い。クジラだって釣れるぐらい。あ、なんかここら辺全然売れない。わあ、海だ。あ、行き止まり、行き止まりっちゃ、行き止まりっちゃ、行き止まりっちゃ。
お、人いた。おっさん一人。毎食3、毎食3食、毎日3食。それはやばいんじゃない？いや、意外と売れんの。ああ、時間帯的にももう遅くなって、暗っ！怖っ！え？あ、なんかここ行ける。え？何？あ、出ちゃった感じだ。あんまり売れなかった。ショック。でもう一回行こう。こっちの屋台の方行こう。屋台の方じゃなくて、団地の方行こう。全然売れなかった。動物園前はいいや。工場地帯行こう。絶対売れる。もういきなり行っちゃおう。お、すごい、おっさんたち。しびれる、憧れる。やった、ほら、結構ここはいいぞ。右行ってみよう。ナルト工業株式会社。もう株式会社なんですね。有限会社じゃないんだ。アルミ団地。怖っ。タッチ。このおっさん何？あ、なんか三角マークある。喋れるそう。あ、いなくなっちゃった、おっさん。そっか、いなくなっちゃうのか、時間帯で。女子校食べてくれるかな。はい。ここら何？わ、出た、ザマス。暗いぞ。おお。怖っ。それここで鳴らして、怖っ、パンダ。泣くて。怖い、この、ワオーンが怖い。一ってなんだ？まだらしい。まだ駆け出しか。このお店ってなんだ？じゃ、ラーメン買ってみるか。何？ちょっと塩？赤は難しいんですよね。しょっぱい。塩下に昆布や醤油とでも私を出している。どうしよう。素材の持ち味を生かす。塩系。煮干しいっちゃう？臭いよね。塩はやっぱこんな感じかな。昆布押しで。昆布、昆布。
私はいいとして、これもっとさっぱり系にしよう。卵、これ何、紅しょう、あ、生姜だね。え、どうだろう、塩、やゆよ、少々、少々麺、バー美味しいのかこれ。よし、ここに置いて、これを販売用にしてみましょう。よし、で、やったい、行ってくるぜ。裏通り、なんかエロいお姉さんとかいそう。あ、そういう、全然違った井上食堂。うわー、チェめっちゃ食ってくれそうな男の子歩いてる。いや、でもなんか、あ、美味しいって言ってくれた。あ、美味しい、うまい。お、なんかめっちゃ食べてくれた。ね、写真館、内科、へえ、あ、橋の上だ。こういうとこでも食べてくれんのかな。ボス、ガキンチョが走ってったな。あ、なんだ、今日お客さん連れてきちゃったぜ。おう、見た目一緒でも分かんない。タクシーの運転手と何、警察、ジンさん勤務中で固いこと言うんだよ。無線連絡であります。ひったくりひったくりであります。今回楽しみに現場に急行します。おい、ラーメンは、ああ、何？あ、どうです？お二人さん、は付き合ってるわけではないんですね。たまたま一緒になってしまっただけなんですね。あ、おじいちゃん。ここ人通り多いな。